確かに。で浅草女子会をしてきた模様をお届けしたいと思います。こんなに甘いんでしたっけ。ラムネって甘いよ。ヨーコさんはもんじゃを食べたことがないということで初もんじゃです。お店は弁天さんというところになります。入り口に段差はありますが、店員さんもサポートしてくれました。いよいよ人力車恵比寿屋さんというところにお願いしました。2人乗りしかないので2人と1人で分かれて乗ります。人力車が斜めになっているので、りょうこさんが乗るまでは本当に腕でめちゃくちゃ体勢を保っていました。いいですか？ OK です。すごいね、斜めってるよ。足りなくなってみなさい、すぐ、はい、すぐよいしょ。そこ腕いきますか。ちょっと2人でも、はい、腕でも足ここはどうだろう。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 で、座りにしていただいて、ちょっと本当に落ちそうでやばかったんですけど、これは私の形勢が強すぎたので起きる現象で、りょうこさんとかは全然何でもなかったです。地味でいい。3人で人力車に乗ってます。楽しい。イエーイ、楽しい。後ろにシュールなひろこがいます。拝んでてほしい。あ、拝みました。あ、そう、聞こえた。今拝んでたよ、なんか。私、いや、真面目と思った。根は真面目なんだろうなって思います。そうなの、実は。ちょっと自分で言うって微妙だよね。根は真面目なんだろう。こうちゃんは、え、こうちゃんはどうなの。私ですか。うん、私真面目かって、どう真面目かわかんないよね、よくね。ちゃんと考えてるかってことだよね。なんか別に警察のお世話になったことはないですよ。あ、そこはないんだね、私も。すごいなんかピンプ、ピンプすごいピンプの人みたいだよ、ほんと。車椅子だと普段より目線が低いんですけど、人力車だと歩いてる人よりも目線が高くなるので、それはそれですごい面白かったです。はい、中身なりもんですね。あ、映った。中身なりもん追加中。ちょこんな感じでいい写真を撮ってくれます。車椅子を次の目的地の場所まで運んでもらいました。コース的にはスタートに戻ってくることもできますし、自分の好きな目的地に降ろしてもらうこともできます。人力車の後はカフェ&バーピーナッツさんにお邪魔しました。だからもう自分の感覚と違いすぎて、本当にちょっとこうなんかこの中どうなってんだろうと思っちゃう、なんか。すごい、すごい、ね。自分の不注意でね、怪我したっていうのもあるんで、まあ、多分車からバーンとかね、そういうのも、うん、そういうことなんでっていうのがあったら、うん、なんかもうちょっと。違うかもしれないですけど、すごい自覚だったしなーって。すごいね。私も自分の自覚だけど。
全然なんでと思ったなんで私なのすごい、すごいな、なんかすごい、しかも 焦らないんだね。なんか私歩けないって聞いた時やっべーって思ったもん。なんかやっちまったと思って、なんかもう取り返しのつかないことが起きたと思って、本当なんか後悔、いろいろ後悔 したから、あの時あれをやらなかった、なんかそう、もうなんでね、なかったとか、そのなんかね、こう行かなかったとかさ、なんかジャンプしなかったとか、たらればみたいなのをすごい考えちゃう。なんかさ、放心状態とか、うん、信じられなくて、あの普通にドッキリカメラかと思って、なんか、ダーデルーみたいな、大成功みたいな感じかなとかって思って、うん、なんかカメラちょっと探すのを探したんだけど、なんか看護師さんと、主治医の先生が、うん、いい人で、あのすごいプロ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 なんか流して。